どうも、おはようございます。翔です。えー、さっき起きたばっかり、これから仕事に行く最中なんですけれども、えっ、ー、と、大きな大きなビッグニュースがですね、えっ、ー、と、入ってきましたので、えっ、ー、と、もう皆さんご存知だと思うんですけれども、あの、ビーズの新曲ですね。ビーズの新曲が、えっ、ー、と、朝起きたら、あの、インスタグラムじゃないな、フェイスブックかなんか見落としてたらニュースが出て、なんかパッケージ見たらですね、パッケージっていうかその画像が添付されてたんで見たら、なんかファンが作ったような、 えというユナイトに向けて作ったような、えー、画像があったんで、あまた誰かこういうの作ったのかなーって、ふらふらって寝ぼけまなコで見てたらですね、なんとですね、B’z の新曲の、えー、情報だったんですよ。で、えー、タイトル、もう皆さんもうご存知だと思うので、えー、もうあのこの動画のタイトルも新曲きたみたいな感じにすると思うので、えー、とタイトルがですね、しかもタイトルがユナイトですって。 ユナイトですよ。<laughs> ユナイトで来るかと思って朝からもテンションが急にもうあのスイッチオン、スイッチオンですね。えー、びっくりしました、本当に。ユナイト。もう YouTube 上にはその宣伝のなんだ動画、えーと、サビだけ聞けるので、えーと、それをですね、ぜひぜひ皆さんもうすでに聞いてると思うんですけれども、もうね、明日明日か。 ミシチル横、えっと大阪でやりますよねいよいよ有,有観客ライブ5000人でしたっけ ?5000 人でねやるっつって、えーまあ、今回私チケット取らなかったんですけれども、まあ、このユナイトっていうそこの初の取り組み初の取り組みでまさかねここで新曲をぶっ込んでくるとはちょっと思わなかったんですよ正直このタイミングでしかも。 でタイトルも「ユナイト」っていうのは本当に意表をつかれた感じでしたので「ユナイト」って意味がもともと何,、えー、何一つにする異なるものを一つにするとか合体とか、えーまあ、そ,その結合融合するとか一体化するとか、まあ、つまりまあこう、まあ、一致団結とかですね人とか人や組織が一致団結するとかそういう意味家族などを結びつけるとかまあ いろんなものをこうガツンとこう一つにして、まあ、頑張ろうよ、この中に負けないで頑張ろうよみたいな、ユナイトの意味なんですけれども、まあ、今回ね、ちょっと曲聴いてみますね。嫌われたらしょうがない。それはそれで、ある意味前進好きになっても構わない。何があるか誰にもわからん、しびれる。なあなー しびれルって言ってましたねロックですよはい皆さんロックですよこれ e ースユナイトうひょーもう一回もう一回聞きます すげえなロック嫌われたらしょうがないそれはそれである意味でし抜きなかなったら笑わらない何いながら誰にも分からずしびれる稲葉さんらしいではビーズらしいかっこいいな朝からこれは な,ななななやべーなだだだ,だだ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 はいというところで聞きました、えー、と朝に1回聞いて顔洗って歯磨いて髪の毛パパッとセットして仕事行く準備して、えー、今急いで動画撮って二回目が今2回目と3回目聞きましたロックこれはロックですよ皆さんこれロックですよかっこいい で今、朝ね、この1回目聞いて率直に思ったのが、あの次のアルバム、次のアルバムすごいぞって、すごそうって思いましたね。Yes, yes, yes に、あのー、このユナイト、で、正直、最初はインパクト重視ではなく、なんだろう、質重視というか、なんだろう、本当にもうキャリアの塊じゃないけど、なんだろうな。 ロックというか何だろうなこの質重視だなって分かるかなインパクトなんかさ「ファイヤーボール」とか「ライアーライアー」とか「ウルトラソウル」とか一部,まあ一部と全部違うかなとかさああいうのってインパクト系じゃないですかガツンきて「うわービーズ!」っていう感じの曲なんだけれども「YESESYES」も「y u n i t トもそこの沸点までいくっていうよりかはブク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 みたいなな何て言えばいいんだろうな じわ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 ってくるく質重視うわもうなんかもう無駄なものそぎ落とされてかつ作品としてのその質がぐっとこう高いなっていう感じのイメージがあったわけですと,と。考えるとこの2曲でねこの質でくると絶対に曲のアルバムの中で最初の曲とか最後の曲まあ最初の曲とか中盤でも必ずビーズの中ではインパクト重視もっともっとロック系の曲とかって出ると思うんですよ。インパクト系必ず来るなと 思ってるわけですよとなると次のアルバムはとんでもないことになりそうもう期待大ですね期待大うんこれはね朝からもうこのワクワクが止まらないっていうもうすごいもうすごいですねはあ生きててよかったこうこういう朝の目覚めってすげえいいな今まだ半分寝ぼけ眼プラスなんか あのすごい状況、今、たまの中で <laughs> ってるんですけれども、じゃあ今,日今からもうねあの、出勤する時間なんで、今から出発するので、あの動画、閉じますけれども、皆さん、今日一日、まあまあ、この動画、いつ上がるか分かんないけれども、ちょっと早めに出そうかな、もう今日一日ですね、ぜひぜひあの、一致団結してですね、ユナイトして、b ズファン、b ズファンから、このいい気を周りにこう振り回しながら、気分よく仕事できればなと、えー、思いますので、一緒に頑張りましょう。 朝からユナイトユナイト朝からユナイト <laughs> まだ寝ぼけまなことだな。つ、えー、いったところで,ですね、えー、とまた、えー、ユナイトの情報とか、ちょっとまだ冷静になった頃に、あとなんかいろんなラストの感想とかの動画も撮りたいと思ってますので、ぜひ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 、えー、とまた、えー、そういう気持ちをシェアできればと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。